中学までドキュンだった。スタンガンで通り魔まがいしたり、家に火をつけたり、バイク燃やしたり、不良や教員に消火器ぶちまけたり、ガラス割ったり、その度に父が処理してくれた。母は私の気候が恐ろしくて行方不明。見た目は普通だったので今で言う真面目系クズ。末期は同級生を3階から落とそうとして失敗。父の、これ以上ごまかしきれない、かばえない。という言葉に切れて父のゴルフバットで頭蓋骨陥没。死ななかったけど言葉にちょっと障害が残ったのを見て、やりすぎたと反省してピタリとやめた。父がどうにかなったら未成年の私は施設に入れられて、これからの人生設計に問題が出ると気づいたってのもある。引っ越して高校からは真面目に通った。反省してみんなと同じようにしてたら割と楽で、高校の時は会長とかやってた。その後大学まで行き、就職先で出会った旦那と結婚。父は大学出てすぐに死んだ。陥没したところに血が溜まってたから、間接的に私が殺したようなものかもね。